今日はね、モンゴを作るっつってます。これモンゴ豆ですね。グリーンのちっちゃい豆、今ね、もう鍋の中で煮てます。煮立ってます。で、ポーク、ガイリック、アチャカポーク、ニンニクと豚肉、わお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 マイガイわおはいわおどう、アウトバカになるの？Let's pick some leaves. Okay, let's go. Go, go, go. I already harvested this.昨日もね、アロバテを食べましたね。You choose shiny leaves. Greeny and shiny.緑色でね、光ってるね、葉っぱを選ぶんだって言ってね、取ってますね。このね、アロバテの特徴が、このね、幹の部分がね、こう紫色になるのね。一生懸命切ってます。ハーベスト、収穫だなんて言ってるけど、ハーベスティングタイム真剣です。グッドリップス、パウはウェイティングランチ、ウェイティングランチ、you know? Not enough. Yeah, it's tough for me. No, me. You know. Get from outside. Sun. Si Pao, baka mamaya mag-go out. Okay, okay, okay. Pao, no. I told you.うちの裏にあったのだけじゃね、十分じゃなかったみたい。まあどこにでも生えてるんだね。ババカ言うの？この横にあるね、この長いのがね、レモングラス。オッケー。レモングラスも料理に使いますね。取ってきたアロバテの葉っぱ、茎の部分を切ってますね。真剣です。どういう状態だ？見えてる、見えてる。アロバテの葉っぱをきれいに洗う。右ではね、ご飯炊いてます。ヒレイカはさっきのモンゴですね。ヒラミニボイルモンゴ5 minutes. モンゴはね、あと5分煮込むそうです。煮立ってますね。
あ、こっちの鍋はね、取っ手が取れるティファールってやつなんだけれども、やっぱりね、ご飯炊くのはね、こっちの鍋なんですよね。5 minutes の場合。おう、メディ。うん。チェックもない。Okay now. Okay. 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 What's the next? Next is fry. Mm. This pork. Where is the pot holder? Let's fry cool. This pork. Okay, let's wait for a while. 次は豚肉をやっつけますね。Okay. コンティラン。はい。クッキングオイルを入れました。はい、クッキングオイル。Then, ガーリック。はい、ガーリックを先に入れます。逃げてるし、この人は逃げてるし、色がね、ちょっと茶色くなるまでニンニクを炒めます。ガーリックオイルができますね。で、Wait for 2 minutes. 2 minutes. 2分待ってくださいって言ってます。2分何すんの？あ、ポーズね。はいはい。OK。じゃあ、1 minute. 2 minutes.で、これ油揚げをしてないんだよね。うん、美味しいね。うん。Are those fat parts necessary? Yes, of course. このね、油必要なのかって言ったらね、油にももちろん必要なんだって言ってますね。That's why it's so delicious. 油煮があるから美味しいんだって言ってるけど、絶対食べないんだけどね。美味しい。美味しい。はい。そうです。なんて言ってたもんね。多分ね、2、3分ですね。I put this to my plant. これなんか茹で汁をね、ちょっと器にとって、あれを植物にあるんだなんて言ってますけど、このフィリピン人が料理すると大体ね、肉でも魚でもそうだけど、完璧に火を通すんですよね。よくね、オーバークックだって言うとね、そんなことないって言ってね、怒るんだけれどね。真剣です。Always。だいぶ、溜まってきたようですね。で、次は、モンゴーを鍋にかけて、今の豚肉を、中に投入します。Not included oil. ああ、
オイルがね、あまり入んないように注意してやってるようです。で、混ぜて混ぜて、Mix, mix, mix, and put some water. Water? Forget water then. Of course. I think that soup better. No, not good. This is better. 水をまた加えました。フィリピン料理ってね、こういう汁物がね多いんですよね。っていうのがご飯がね基本的に、まあ、結構パサパサのご飯が多いんで、まあ、汁物をかけて食べるっていうスタイルなんですけどね。うちのご飯ね、まあ、フィリピンの米なんだけれども、非常に日本米に近い食感で食べられるんで、別にそんなに汁物にこだわる必要はないんですが。 No more seasoning, only this one. What is that? Beef cubes. 今日ね、ちょっと調味料が足んないってことで、ビーフキューブを入れました。クノール、クノール、And then mix until melting. クノールをね、ビーフキューブを入れて混ぜてます。味間違いないよね、こういうの入れちゃえばね、手を抜けるところは抜くという。いつもなんかでもね、調味料いっぱい入れてたな。こっちの方がうまかったりして。 This is it. Hello. How's it? Yeah.なんか十分じゃないですけど、今のうまかったんだけど、ね。What do you want to add? Salt? Salt, konti lang. One, two, three, four, five, six. And this. One, two, two lang. グラムとかじゃなくて何回振るかだからね。And mix it.はい、ミックスミックス。はい、ついにアロバテ投入。This is the last one. これはね、マルンガイと違ってね、ちょっとちゃんと火を通さなきゃいけないと言ってましたね。なんか 4、5 分煮込んでしまうようです。できました。モンゴです。これモンゴはいいんだけど、このご飯のね、伸ばし方を見てください。これ炊きたてだから、熱いの嫌だからね、こうやって皿の上に平べったく伸ばしちゃうんだよね。こんな感じですね。モンゴをご飯に乗っけてで食べます。熱いね、熱い熱い。テイスティー。Let's eat. Sarap? Sarap. 今日のね、マリアのクッキング、モンゴでした。